LINE は TRUE、 あなたは信じる。巷に転がる都市伝説紹介チャンネル、生小池です。のすけ海鮮丼です。はい、ミョンです。よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、まあ、正しく言うとですね、僕たち都市伝説バンドザ・サイレント・ドッグですということなんですけども、はい、僕たちですね、バンドをね普段やっているんですが、僕たちでもね都市伝説のチャンネルちょっとやってみようと思うことでちょっと始めました。はい、これどういうことかというと、週刊都市伝説ニュースってまああるじゃないですか、小焼きスタジオの方で。はい、直近で起こった都市伝説に関するニュースを紹介するワンコーナーをやってるんですけども、うん、それが結構ね、小安田さんって、はい、小安田さん自分で言うの小安田みたいな、そう、小安田ってもう100万人登録を迎えて、割とね、はい、ディープな視聴者が集まりすぎてんすよ。ほうほうほう。だからちょっとライト層の方にとってちょっとね、その話題なんなんってちょっとついていかれへんことがあって、例えばだけども旅しとく人間関係研究所とか言ったら、はい、都市伝説好きな人には結構すぐ伝わるんだけど、はい、何の関係の研究所でしたみたいなことで分かんないことがあると。うんうん、だからそれちょっとね、ライトな方に向けてのその週刊都市伝説ニュースをやってもいいんじゃないかと。あ、いいですね。そうだって毎週ね都市伝説って何かしら起こるんですよ。はい、ただその中でもこれがの方がマニアックでみんな喜ぶんじゃないかって小安田班でみんな精査すると、ほとんどふるいにかけられてもう落ちちゃう。あ、だから落ちた中からパパパパパパってねもう拾ってパグって食べる感じのね、なるほど、感じでいこうと思っております。はい、小安田では紹介できないような都市伝説、まあ言ったらアニメの都市伝説もやっていきたいなというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。お願いします。まずこちらのニュースです。アレクサがユーザーの会話を録音。うわ、この間アレクサ使ってる人いますか？あれ使ってへん。あ、でもうちありますね。あります？はい。どういう使い方してます？基本的にはもう本当に BGM かけるとか。あ、なるほどね。なんか鳴らしてみたいな感じで、うんうんうん、作業するときとか。俺この前さ、熊取の手術行ったときにね、はい、そうすごいね、アレクサがあって、好きな曲ありますって言われて、はい、それまでなんかすごい、なんかこの知らないね、洋楽がかかってない、はい、ビーズ好きやんから、テンション上げたからロックかけようと思って、はい、ちょっとビーズかけてもらっていいですかって言ったら、はい、アレクサ、ビーズかけて。あ、ちょっと前、ちょっとバーンって言って、よくわかんない、なんか R&B みたいな。怖い怖い。俺はそれを聞きながらずっと熊取の手術をやってるっていう。変えなかったんですね。そうそう。ウルトラソウルとかかからなかったっていうのがあったんですけど、まあそういうこともあるんですが、はい、これね、Amazon が出してるのがアレクサなんですね。うんうん、で、このアレクサってスピーカーがこういう風にあるわけです。まあこれ違うんですけど、ここにあるわけですよね。はい、で、で、このスピーカーがですね、勝手に周りの音を録音しちゃってると。ほう。で、これがね、子供の声を不適切に保管していたという事件がありました。子供の声。そう、他にもですね、子会社リングっていうのがあるんですけども、はい、その従業員がなんとね、81人の女性ユーザーの風呂場や寝室などに設置されたカメラに無断でアクセス。最悪や。のび太さんのエッチ、はい、そう、ほんまに映像を見ていたことが発覚しました。これが許されるんやったら小田先生の家のカメラに侵入して、そんな感じなんや。ダメダメダメ、そのネタバレはダメです。そういうことはあるかもしれません。はい、ということで、まあ、性的なことにもね、なんか犯罪にこう使われたりするわけですよ。はい、これね、都市伝説と思うやんか。これ実際にあった事件で、はい、Amazon 側はこれに対して43億円の支払いをしたって分かる。もう訴訟、そう、負けてるんですよ、ちゃんと。なるほど。だから和解してるんで、まあ、敗訴もないんだけども、これ認めてるということなんで、とんでもないニュースがね、1個目から飛び込んできましたけども、だから、これ、氷山の一角だと思うんよ。そうですよね。だって見ようと思ったら、めちゃくちゃ、やっぱアクセスできる権限のある人たちはあるし、はい、まあ、僕のね、パソコンにもこうやって、ここにカメラがね、こうついてるんですけども、はい、うん、上場企業の役員さんとかは、こういうやっぱテープ貼ってたりするじゃないですか。ああ。そう。だって、マーク・ザッカーバーグ、はい、Facebookの創業者もここにテープ貼ってたから、うんうんうん、貼ってるじゃん。もう古典的にもう見えないようにするっていう。そうそうそう、カメラめっちゃ危険なのよね。確かに。そうだから、スマホとかもさ右に置いてるけども、はい、自分たちの声全部入ってます、うん、iPhone、うん、多分右上に、うん、オレンジとか緑の点出るとかあるじゃないですか。はいはいはい、あれって、うん、録音と録画のインジケーターっていう、はいはいはい、なんか機能らしくて、うん、要は何らかのアプリが、うん、動いてるとね、音声か映像を取り入れてますよっていう合図らしいんですよ。いやー、これはちょっと怖いね。ゾッとするようなことね、皆さんもちょっと事件に巻き込まれるようにしてほしい。こればかりはなんか対策のしようがないというか。そうなんですよね。ねえ、不可避なところありますからね。不可避なところありますけど、僕もね、大事な方とのね、ズームのミーティングとかで、ちょっとお腹すいたなと思って、はい、お菓子バリバリバリって食べてて、ミュートにしてたつもりが全部音入ってて、バリ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 ーっていうのが、やられてますわ。やられてますか、うん、やられてます。
まあまあ、アレクサのね、今回事件でしたけど、じゃあ、そのライバルのシリは大丈夫なのかって問題でもあるし、本当に情報こそが今の価値になっちゃってるよね、どうもね。はい、そういう情報化社会の中で情報ってもすごい価値が高いものに対して情報を抜き取られてしまうようなことというのは、うん、なかなかちょっと怖い世の中ですよね。恐ろしいですね。うん、続いてのはニュースです。はい、ショコタンさんの激ヤバファン。おぉ。僕、無数視聴者なんでショコタンって言っちゃうんですけど、いつかお会いしたい人なんですけど、はい、そうですね。もうめちゃくちゃ好きなんです。まあ、最近ご結婚されてね、おめでとうございますということなんですけども、6月1日、しょこたんがスクリーンショットをツイッターで公開したんですけど、はい、このスクリーンショットもですね、一部でしかなくて、こういった殺害予告とも言えるような誹謗中傷が結構届くらしいんですよ。はい、めちゃめちゃ届くということは、ちょっと怖すぎひんということなんですよ。そうですね。投薬は過去にありましたけど、僕はね、あの殺害予告みたいなのはさすがにまだない。あ、ないんですね。ないですね。100万人っても珍しいって言われます。ないことが。ニョンとかはありそうじゃないですか。実際来ましたしね、僕。そうだ。そう、予告というか、バールを持った不審な男に倉庫の前で襲われるわけですよね。ありましたから。室外か。はい。そう、だから、もう予告をめんどくさいから直接言ったろ。いや、本当に。なんか、いくつもなんか省略して来てますね、手順が。そう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 。うん。ミョンはでも、会いやすそう、性格的に。なぜかというと、はい、Vlog とかでも僕のチャンネルって始めたから、はい、急に なんなんこいつみたいなのが結構いると思う。小焼きチャンネルを始めた時の投薬みたいな、はい、今でこそ対等にすごい認められてる存在ですけど、入った時は、うんうん、ワンピースのディスることしかやることねえのとか、うんうん、ワンピース詳しくなったら出んなよとかって、すごいやっぱ来てたから、はい、よくあいつそこで心が折れずにね、乗り切ったなと思うけど、でみんなみんな強い心を持ってるわけじゃないし、やっぱ犯罪なんでね、こういうことはね。本当そうですね。ショコタン以外でも、ヒカルくん、こういうツイートを最近公開しておりました。うん、お前ガキ調子乗んなよとかね。こういう口調で言ってるやつも本当にもう見る価値さはないんですけどね。確かに。殺害予告とまではいかないものの、名誉毀損と取られかねないような誹謗中傷がね、あの日々届くということで、うん、実は僕会った時に聞いたけど、ほんまに届くということで。あ、そうなんですね。ご実家の方とかにもなんかね。いや、それ、立ち悪いですね。自分に攻撃するとは、まだね、自分でも原因があるだろうと、なんか思うかもしれないけど、はいはい、お母さん、お父さん、関係ないやんか、そんなのは。ダメ。そういうのはもうマジでやめてあげてほしいんだよね、うん。こういうことが届いているので、ミョン、どうですか、うん、小池さん、今のところないってことで安心しましたけど、うん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 、ぜひ気をつけてくださいね。まあでもね、これ一個思うのは、そのちょっと陰謀論的になっちゃうんだけども、はい、そのツイッターとかっていうのも、今イーロン・マスクさんが買収されましたけど、それまではシャドーバンがあったりとかね、はい、あえてその広告費裏でもらってるものだけ上に上げたりとか、うん、そのプロパガンダ的に使われてしまったりとかもあるらしいから、はい、どうしても炎上とか誹謗中傷とかっていうのは拡散されやすい。そうですね。そう思うとですね、そのツイッター社とかも他のね、SNS もそうだと思うんだけども、話題になる方がユーザーは増えるわけ、絶対。うん、これ、まあ炎上商法でもありますから。間違いないです。人の炎上とかそういう噂を使ってそのプラットフォームが賑わっているように、まあ賑わうとそこに人が集まるわけですから、はい、広告費も高くなりますよね、うん、だから話題にならないことを拡散されるよりも話題になることを上に目立つように上げていくっていうのは何かね意図的に操作をされているんじゃないかってことが言われている。そうなんですよね、はい、これもちょっと怖いですよね。数年前2020年ぐらいですかね、はいはい、コロナがちょっと流行り出した頃に、うん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 、トイレットペーパーなくなるあったじゃないですか。あった覚えてますね。あったあったあった、うん、マスクとかトイレットペーパーねなくなったんだよね。そう、世の中からショックの時みたいにあったんですよ、はいはいはい、でその時もツイートめちゃくちゃ拡散されて、うんうん、亡くなるってデマがね、うんうん、では広まったりとか、うん、その意図的に興味があるから、うん、それが本当かどうかもう関わらず広めちゃうっていうのあるらしいんですよ。自分が本当にそれが亡くなると思ってなくても、うん、なんか面白そうだから広めちゃうみたいな、うん、好奇心がそういうことやっちゃうってことあるんですよね。そうだよね、だから実は大したことがないような内容でも、まあ、書き批判のコメントがより拡散されるように仕組まれていたとしたら、はい、もう本当に僕たちの衝動として操作されてるんじゃないのって思っちゃうんだよね。ですよね。僕たちが音楽活動してますけども、どうしてもやっぱお金を積んだところのやつの方がたくさん上に出てくるようになってんじゃないのみたいなね、うん、そういうこともね、まあ、あるらしいんだよね。これは確証を得ないんだけどもね、うん、それだけではなく政治家の汚職が芸能人のゴシップでもみ消されるようなねことも、まあ、これも陰謀論として結構有名ですけども、はい、何かを隠すためにある一定の投稿が注目を集めるように操作されているのだとしたら、うん、どんどん僕たちは盲目な状態になってしまいますよね。そうですね。情報をコントロールできていると思わされていて、実は情報弱者なのは自分自身かもしれない。そうですね。はい、続いてのニュースです。はい、バナナ320本事件。なんですかそれは。もうこれもコナンのねさっきのタイトルみたいな、テレレ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 レバシャン、バナナ320本事件。そうでしょ、全編とか。そう、全編日本に分けるなよまず160本みたいなタイトルだけ
みると、はい、どこが都市伝説やねんと思う人もいると思うんですが、はい、5月29日千葉県に住む11歳の男子のね11歳、はい、児童がバナナを320本食べると死んじゃうんだよと給食の時に大声を上げたことがニュースに取り上げられました、はい、なんだ子供のおふざけかと思う人もいるかもしれませんが、はい、僕ねこのニュースって結構根深い問題だなと思ってるんですよ。ほう、この男子児童は根拠が曖昧不明な都市伝説を発信する動画投稿サイトの虜だったというか、影響されちゃってる。すげえ。そう、このバナナの話もネットで見つけてきたらしいんですけども、はい、まあ、もちろん正確な情報じゃないわけで、うん、その内閣府のね食品安全委員会からもちゃんとね間違ってますせっていう風にお触れがあったぐらい結構話題になってる。うわ。で、まあ、その結果クラスの子供たちは、まあ、すぐ興味を失ったということなんですけど、はい、同じことを伝える動画を何本も見た、まあ、その生徒は、はい、本当のことだと信じちゃうんですよ、ね、あーそっか。でその男の子は1日何時間もかけてなんか情報がないかめちゃくちゃ調べるそうなんです。うちに働きできへん。いや確かに、ほんまにリサーチ力高いな、うん、高そう、はい、うん、その子同級生の注目が集まるのは最初だけですぐ興味をなくされることが気に入らないらしいんですよね。あー、より深くね深くディープに入っていくと、僕らはエンタメとして都市伝説を届けていますが、うん、陰謀論みたいにねちょっとそういう行き過ぎてしまうとですねちょっと良くないなっていうふうに思うんですよね、うん、それはそうですよ。どうですか、こうワンピースのことでもねその興味を持つといろいろこう調べていきますけど、はい、どんななんかあります？やっぱなんか情報を得よう得ようって自分の興味で入っていってしまうと、うんうん、もうなんかさっきの話題じゃないですけど、はい、正しいかどうかっていうのがどうでもよくなってきちゃってもう忘れちゃうんですよ多分ね、うん、なんか年齢も多分、うん、このこう低かっただろうし、うん、本当にとにかく注目を浴びたい、うん、なんか同級生といろんな、まあ、仲良くなりたいとかね、うん、そういう会話したいからっていうこのなんか思いもあったのかなっていうなんかちょっと複雑になってしまうという感じがありますね。やっぱね、ミョンも注目を集めるためにねデマ情報をツイートで流したりしますからよく。いやそんなことないですよ、正しいことしか僕ツイートしませんから。あれ裏かなのかこれ。裏かあーなるほどなるほど。あそうそう、はい、これはですね、もうないから正確さよりも関心を集めることが優先されるアテンションエコノミーという原理だなって、うん、あーそうなんだ。今のネットの世界が大きく影響しているというふうに言われている、はいはい、うん、今は誰でもネットに情報を書き込めるせいで、うん、まあ、陰謀論やデマが簡単に拡散されてしまって、みんながみんな自分たちにとって都合のいい情報だけを選んで受け入れられるような世の中になってしまっていると、うんうんうん、この問題の怖いところは、はい、まあ、誰でも情報を発信できるがゆえに誰しもが情報を操れる状況にあると言える、うんうん、はい、特に一般人は YouTube とかね TikToker として、ね、はい、影響力を持ち始めてしまったことでよりね個人の思考っていうのが全体にこう広まるきっかけがねできてしまう状況にありますよと。誰でも発信できちゃってね。そうそう、だから意外とテレビって作られたもんじゃんってやっぱ思うよね、うん、めちゃイケですらあのプロデューサーの片岡飛鳥さんがやらせやったでって言ったら、はい、僕たちそんなこと疑って見てませんでしたけどみたいなテレビってやっぱ偽物なんだ、作られたもんなんだ、台本があるんだ、やらせなんだって思っちゃったら、うん、じゃあ一般人の有識者こそが本当の真実を言ってるって思い込んじゃう逆に。そうか、そう逆転しちゃってね。確かに、まあ、実はそれも作られたものかもしれないけども、なんとなく先入観って怖いのよ、うん、そうやって正しいことを、ね、言ってると思い込んじゃうんでね、うん、そういう風に実は世間の考えだ大多数の意見だって思い込まされてしまうような操作を、まあ、されてるのかもしれない。なるほど。ちなみにですけども、はい、単純に物理的に320本コンテ食ったら死ぬと思いますけどね、うん、ただバナナの事件続いてた、はい、普通にバナナそれだけ食ったら死ぬと思います。なるほど、物理的に。ちなみに僕のね小学校2年生の時のね王くんはですね、はい、突然僕にね隣の席で、はい、でで問題です、太陽に消防車何台ぶつかったら火消えるでしょうかって、うん、いい、わかんないせいか100台らしい。 100? 無理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 ぶつかっても無理やから多分。しかも消防車ってあれホースでしかも水引いてるんで、そう別に消防車自体そんな水ないけどそう、うん、だからね逆になんか燃料投下してるだけちゃう。いや本当にガソリン入ってるから火に油注いでるからはい、続いてのニュースです、はい、はい、中田さんの松本さんへの提言について。あ、出た、うん、はい、まあ、あっちゃんというふうにね親しまれていますけど、はい、中田さんの YouTube 大学、うん、僕も初期の頃すごい見てましたね、はい、どうですかこの問題、まあ、説明する必要もないと思いますけども、はい、今の世の中のお笑いの賞レースってほとんど松本さんが審査員をやってるんで、うん、偏ったお笑いになっているんじゃないかっていうことをね、まあ、ようやくそんな感じだと思うんですけども、はい、どうですかこれ、まあ、みんなお笑い好きじゃないですか。めちゃめちゃ好きですけどね、うん、はい、じゃあ松本さんどうですか。いや
エンターテイナーとしてのレベルがめちゃくちゃ高いなと思ったんですよ、うんうん、やっぱりもうまあ本当に絡んでる人がマジでみんな一流、うんうんうん、素人がね我がどうとかいうレベルじゃなくて、うん、本当に一回テレビを極めた人、うんうん、もうそれから YouTube でバリバリ活躍してる人、うん、そういう人が言うってやっぱり発信力のデカさがあるんですよ、うん、だこれもさっきと同じようにその情報が拡散する力ってめちゃくちゃでかいんで、うんうん、そこを利用しようっていうのもあるんじゃないかなと思うんですよ、うん、なるほどね、うん、であとは粗品といえば、うん、そのトリビアの泉でですね、うん、毎回80編以上撮ると、はいはい、タモリさんが何か景品をあげるっていうのがあったんですけど、あったあったあった、だいたいその面倒くさい時は粗品を差し上げますって言ってましたその粗品じゃないんですよ、ね、あ違うんですか、ちょっとね古いテレビ番組で全然申し訳ないんですけども多分同世代はね歓喜してると思うんですが僕ねこの問題についてはプロレスだったらめっちゃ見事だなと思うんですよね、うん、お笑い業界を背負う立場にある人たちじゃないですか、はい、特に松本さんなんか僕も本当にもうあの尊敬してやまない、お笑い芸人さんですけども、はい、追う立場から追われる立場になるわけですよねどこかで、うん、そう思うとその人をお手本に次のお笑いの世代が育つということは、うん、やっぱりその人のルールじゃないけども、はい、なりがち上にいる人どうなんだろうな僕お話したことももちろんないですけど、はい、抜いてほしいって思ってるんじゃないかな、あ超えてほしい、だから抜いてくれる人がいないから引退できないんじゃないかっていう人もいるんじゃないかな、業界の中にはありそう、そういつまでもお笑いの人って別に体力が衰えたって衰えたなりのお笑いができるから、はい、わりかしずっとやれちゃうじゃないですか、うん、しかも最近のお笑い芸人さんってすごい若い文化も取り入れたりもしますし、はい、積極的ですし、うんうん、まあ、僕みたいに同時に年を取っていっていく世代の中でいつまでも引退してほしくない人もたくさんやっぱいるわけ、はいですよね、需要はいつまでもあるんですよ、うんうん、そう思うとそういう人を倒そうはちょっと違うけど、うん、抜かそうっていう人はねどんどん現れるべきだと思ってるんですよね、うん、なんか尊敬しますとかってかしこまっちゃうんじゃなくてやっぱ抜かしたいと、うん、裏側ではその気持ちいいんだけど表ではどんどん抜かしたい抜かしたいって言った方が、うん、ファンが応援しやすいんですよね、そうか、あどこまで行ってもこの人を立てなきゃいけないんでファンもかしこまっちゃうと潰すことになってしまって、はい、これは僕オタクなんてかよくわかるんですよ、はい、オタク文化で良くない現象なんですよね、オタクが衰退する一個の原因で、うん、何かそのアニメで一期のアニメが爆発的に売れました、はい、そうすると2期3期っていうのを新しい人に向けてやっていくんで、うん、いや一期のここが良かったんだよねとか元に戻ってほしいなとかいろんなことを出すんだけどそれはお前の意見であって、うん、そのアニメの本質ってのはそこじゃなくて、うん、どんどん新規の人にいい作品を見てもらって自分がどこが好みかだけの話じゃないですか、うん、そうすると新規の人が入ってきづらいんですよ、はい、そうすると一期の人の趣味思考に合わせたものばっかり 2,3 で続けるとその人たちの層は増えるんだけど新しい層は増えない、うん、でその人たちが支持するから2個3個目が出した時に新規の人がちょっと萎縮しちゃうというか、はいはい、なんかおつぼねさんたちがうるさく言ってるからこの業界はなんか古株がと、そう特にねライブとかそうじゃない、なんかさすごい熱心なファンが隣にいるとなんか私あ振りちょっと覚えないかな、わかる、そうちょっと行きたくないわみたいになっちゃったりもするし、まあもちろんアニメもそうね、なんか推しがどうのこうのってもちろん推し活はめっちゃ素敵なことなんやけども、はい、それが発展しすぎるとなんか私あのキャラ好きって言えなくなってくるとかね、うんうん、まあ、そういうこともありますから、いつもね僕文化を潰すのはオタクやと思ってるから、松本さんがとかじゃなくて見てる人の意識も変わらなあかんと思ってる、いやそりゃそうですね、そうそう、だから新しい人に道を譲ってあげるっていうかその受け入れてあげる器量も必要だと思うし、うん、いつまでもレジェンドだからって持ち上げるのもまた違うと思うし、うんうんうん、でもやっぱ僕はあの都市伝説系 YouTuber として、はい、直樹マンさんという背中を追いかけて行ってる立場としてはやっぱりそこを目指す中で楽しさがある、うんうん、で小屋ちゃんっていう、ワンピースのチャンネルにおいては登録者によって一応トップにいるけども、はい、ドロピザさんなんかでどんどんどん迫ってるけどどんどん早く抜いてってってやっぱ思うから、はい、全体が盛り上がることでワンピースが盛り上がったり、うん、都市伝説が盛り上がったりする要因になるから、うんうん、あんまそういう自分のプライドないんだよね、なるほど、そういう風な寛大な感じで多分考えられてるんじゃないかと思うんだけどね、うん、なんか M1 とかも毎年そこなんか過去最多みたいな、うんうんうん、クビ数どんどん増えて、はいはいはい、もうお笑いやる人めちゃくちゃ増えてるとかあるじゃないですか、うんうん、だからそういう風になんか母数自体が増えていくと、うん、枠を取り合ってこれが俺入れないみたいなことあると思うんですけど、ね、うん、でも結局、うん、そのなんか生き残っていく人たちってその中でどうやってじゃあ自分がやっているからっていうのを考えていける人、うんうん、ってこともあると思うんですよ、はい、だその意味でやっぱり上にいる人がいるからこそなんか僕らが生きるみたいな、うんうん、下の人が生きるみたいな、そういうやり方もあると思ってて、それこそ YouTube も、うん、その同じジャンルの中で、うん、同じ YouTuber 増えてきたのあれめちゃくちゃ増えてるやんってなった時に、うん、まあコラボとか、そういうなんか小木さんが言ったその先輩と一緒にもうなんか尊敬とこういう関係性があってで成長していけるみたいなことがあると思うんですよ、うんうん、だから業界自体が盛り上がることって僕は別に全然悪いことじゃないおっしゃる通りで、おっしゃる通り、そこは大切にするべきものはしっかりあるんじゃないかなっていう気がしますけどね、いやおっしゃる通りですね、うん、ありがとうございました、いや、
ごいコメント力あるね。コメンテーター力がね。みょんさんもありがとうございました。ということで最後のニュースとなっております。今週のみょんのやらかしのコーナー、はい、はい、大阪ロケで音声を飛ばしたと噂になっているみょんさんなんですけども、今週は小安田チームへの共有をミスって死ぬほど小安田担当の楽器に怒られたということです。はい、ということで今週のアップバイキー Vlog 都市伝説会は以上となります。いかがでしたでしょうか。はい、初めてやってみた口を感想などいただけたら。いや、めちゃくちゃこれ面白かったですね。小安田でやられている、うん、まあよりディープな方も面白いです、好きなんですけども、うんうんうん、こういうなんか広く、うん、みんながちょっと、うん、あ、それ知ってるわみたいな、はいはいはい、そんな詳しくなくても見たことあるよ的なところから入っていくと、うんうん、よりなんかもっと深いところに関心を持つきっかけになるかなと思うので、これだけなんか小安田見てもらったりとか、そういうのもあるじゃないですかね。はい、はい、みょんさん、ちょっと、ね、視聴者からね、たくさん意見、コメント欲しいなと思ってるんですけど、なんか呼びかけていただくことできます？わかりました、はい、お任せください、うん、視聴者の皆さん、コメントお待ちしておりますよ。はい、こんな感じですね。うんうんうん、なんかさ、今ふと思ったんだけどね、ミョンってやっぱオタクそうですよだけど、アイドルとかアニメとかそういうサブカル系、うんうんうん、で僕だったら音楽とか、はい、まあ、ザ・都市伝説とか、はい、のスノーさんだったらワンピースとかアニメとか、まあ、それぞれなんかそう好きな都市伝説のジャンルもあると思うから、はい、なんか持ち寄ってね、なんか都市伝説界が好評だったら、はい、3人が持ち寄っていくやつをなんか順繰りにやるような回も作りたいと思うの で、 いいで、ね、ぜひね、どんな形のものが見たいか、小安田とは違ってこういう形の Vlog を期待してみたことまでぜひね、コメント欄に残してくださいませ。お願いします。はい、ということで今日は以上となります。それではバイ。ありがとうございました。